の食堂入り口。はい、というわけでね、この JR の貨物ターミナルに今日はやってきました。たくさんのね、あの車両が並んでるわけなんですけども、まあ何度かこちらには足を運んだことはあるんですけども、今日はちょっと改めて行ってみようかなという場所に行ってみようかなと思います。この工場、点検修理工場かなの右手にある建物、岡山機関区っていう JR 貨物、ちょっとね今日はこちらに行ってみようかなと思います。この食堂入り口、食堂があるんですよね。ちょっと周りを見ていきましょう。ちょっとカレーの匂いがしますね。テイクアウト、お持ち帰りできます。JR 貨物食堂、一般の方もどうぞ。ちょっと入っていきましょう。ここ本当に何度か撮影させてもらってます。ちょっと入っていきましょう。
し。というわけでごちそうさまでした。お腹いっぱいでございます。あのね、JR 食堂結構 なんか懐かしの味ですね。でちょっとホッとするなというか、なんかいつの間にかかなり時間が経ってたというか、なんかそんな落ち着きのあるスポットでございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。